ナンパを断られた時のメンタル回復法を教えてください。えっとね、ナンパを断られた時ってある意味、えっと、何かに挑戦して失敗した時なんですよ。それの回復方法というのはないです。それは辛いんですよ。分かってんの。でも、ね。 えー、それを唯一もし、えー、回復してくれるものがあるとしたならば、それは立ち上がって辛くても、次のナンパに行って、成功させることです。これを成功させたことのある体験があると、いや、今断られて俺苦しいけど、それでも次行けば当たるかもしれないというメンタルになれるし、そしてその後、その次に成功すれば、前に振られたことなんて忘れます。なので、挑戦あるのみ、ネバーギブアップの精神です。 これが一番ネバーギブアップの精神が一番この失敗した時の自分の辛さをまあ補填してくれるものだと俺は思ってます。<laughs> かっこいいこと言ってるけど結局ナンパだけどね <laughs>。息子にナンパの方法を教えてくれと言われたらなんて教えますか教えます。ちゃんと教えますよ。うん。でも、ちょっとこれはね、あの、あ、ほのかのりざさんナイスパありがとうございます。ちょっとこれは今、ね、 いくつもあるから、はい。でも僕が教えたいのはナンパの方法じゃないっすね。人とのコミュニケーションの取り方ですよ。コミュニケーションっていうのはやっぱり、相手をやっぱり喜ばせるっていうところから、喜ばせるというか、喜ばせたいという気持ちから、俺スタートするんですよ。ね。あの、この人を、僕といることでこの人に喜んでほしい。すべてそこからスタートだと思うのよ。うん。 なので、なんか、そういうことを教えたい。な。はい。